w キップは東日本旅客鉄道仙台支社がメインとなって発売している特別企画乗車券である。なお、本校では新幹線 WKIP 及び白雪 w キップについても当記事で説明する。w キップ山形仙台館 w キップ福島仙台館元々は仙台支社館内では特別企画乗車券タイプの4枚綴り回数券や 往復乗車券を発売していたが、これを名称統一し2枚綴り回数券タイプとしたものが W 切符である。2枚綴りで普通列車の自由席が利用できる。別途特急券、急行券を購入すれば特急、急行列車が利用可能である。設定区間これらの設定区間は、郡山福島間を除くすべての区間で高速バスと統合しており、 特に福島仙台間と仙台山形間は高速バスの2回券に対抗するため通常の乗車券よりも大幅な値引き率となっている。遠隔新幹線 W 切符福島仙台間新幹線 W 切符は東日本旅客鉄道森岡支社と仙台支社及び高崎支社で発売している特別企画乗車券である。なお、2015年3月14日からは 新潟支社管内でも取り扱いが開始された。2021年3月31日、タッチで Go 新幹線サービスエリア拡大に伴い、発売終了し4月30日で利用終了となった。概要設定区間遠隔白雪 W 切符は新潟支社で発売されている特別企画乗車券である。概要設定区間遠隔 ABC 2019年10月1日消費税率引上げに伴うお得な切符発売価格改定のご案内東日本旅客鉄道株式会社2020年11月13日閲覧 AB タッチで5新幹線サービスエリア拡大について東日本旅客鉄道株式会社2020年11月13日閲覧8の平気で 新幹線自動改札機を通ると本切符が回収されるため、ありがとうございます。